全ニットは AMD によって開発された CPU マイクロアーキテクチャのコードネームである。AMD の全、全、マイクロアーキテクチャの後継にあたり、TSMC 製 7MOSFET 素子により製造されている。メインストリームデスクトップ用の Ryzen3000、ハイエンドデスクトップ用のスレッドリッパー3000、APU 用の Ryzen4000G として知られる。 第3世代ライゼンプロセッサに使われている。2019年7月7日に、ライゼン3000シリーズ CPU が発表され、2019年8月7日に、全微ベースの ebook サーバー CPU が発表された。2019年11月に、追加のチップセット、ライゼン Q3950X が発表された。CES2019 において、 a m d は8コア16スレッドのチップレッドを含む第3世代 Ryzen のエンジニアリングサンプルを発表した。a m d の CEO リサ数は最終的なラインナップでは8コアより多いチップを予定していると述べた。コンプやックス2 0 1 9において AMD は全にマティスプロセッサが12コアとなることを明らかにし、 数週間後の E32019 では16コアプロセッサである先述のライゼン 93950X を明らかにした。前2にはスペクターに対するハードウェアによる脆弱性緩和が含まれている。前2ベースの ebook サーバー CPU では各マルチチップモジュールパッケージにおいて7ナノメートルプロセスで製造された複数の CPU 台と 14ナノメートル I、オーダーを組み合わせる設計をとっている。これにより、ソケットあたり最大64個の物理コアと合計128個の計算スレッドをサポートすることができる。このアーキテクチャは、プロコンシューマー向けフラッグシッププロセッサである、スレッドリーッパー 3990X のレイアウトとほぼ同じである。全、全に比べ、全には、 クロックあたりの命令実行数が約15%向上している。マルチチップモジュールアプローチで設計された2つの前2プロセッサ。左の CPU には小さく、能力も低い I、オーダイと最大2つの CCD が使われている。一方、右の CPU にはより大きく、能力も高い I、オーダイと8つの CCD が使われている。全2は、 前や前に使われていた AMD の全世代前アーキテクチャの物理的設計パラダイムから大きく逸脱している。前には CPU の i、O コンポーネントが個別の台にレイアウトされるようなチップレットとも呼ばれるマルチチップモジュール設計に移行している。その結果、スケーラビリティと製造コストが向上している。 プロセス技術による物理的インターフェースの縮小には限度があるため、i、o コンポーネントを別の台に分離することによって CPU 台より大きく高性能にすることに成功している。この CPU 台は i、o コンポーネントを別の台に分離したためによりコンパクトになっているため大きい台と比べてより小さいプロセスルールで欠陥品もより少なく製造できる。 また、台が欠陥品となる確率は、台の大きさに比例するため、一つのエーハーからより多くの台を切ることができる。加えて、中央の I、大台は、複数のチップレットで共有できるため、多数のコアを持つプロセッサを設計することが容易になる。前にマイクロアーキテクチャの簡単な図改革、CPU に8コアが搭載されている前にには、4コアの コアコンプレックスが2つずつ配置されている。これらのチップレットは TSMC 製7モズフェット素子が使われており、大きさは74から80平方ミリメートルほどである。このチップレットに約39億個のトランジスタが使われているのに、対して12ナノメートルのイオードには、 約125平方ミリメートルの大きさに20.9億個のトランジスタしか使われていない。L3 キャッシュの大きさは、前や前が8ミブであったのに比べ、8コアチップレットの各コアが1 6ミブにアクセスできるため、3 2ミブに倍増している。実行単位の幅が1 2 8ビットから2 5 6ビットになっているため、AVX2 の性能が 大幅に向上している。i、大台には複数のバリエーションがあり、グロベルフーンドレスの14ナノメートルプロセスのものや、同社の12ナノメートルプロセスのものがある。14ナノメートル台は多機能であり、ebook、ローマプロセッサに使われている一方、12ナノメートル版はコンシューマー向けプロセッサに使われている。どちらのプロセスも寸法が似ているため、 トランジスタ密度もほぼ同じである。AMD の全2アーキテクチャは、インテルのカスケードレークマイクロアーキテクチャより低い、消費電力でより高いパフォーマンスを実現できる。一例として、インテルコア IQ から 1980GE よりも、AMD Ryzen t h r e スレッドリッパー 3970X の方が高いパフォーマンスを実現している。ありがとうございます。